はい、池田です。ご視聴ありがとうございます。今日はダメだっていうことを喋ってみたいと思います。まず今日も今日の動画としていろんなトピックで動画撮ってみたんですけど、どれも面白くなくなるというか、喋っていてなんかこう気分が乗らないっていう感じで、全然ダメな日でした。じゃあそういうそのことをもう動画にして今日は終わろうということで、この動画を撮っています。今日はダメだっていうことです。なんか喋っていてもこう乗ってこないというか、そのなんか整理がつかないというか、あれどうやって喋ってたんかなっていう感じになってくるっていう感じなんですよね。なんか喋ってる途中で、なんかこの話全然面白くないわというか、なんかそんな感じで全くその生産力がないというか、まあ、いつもの動画がその生産力のある動画かどうかわからないんですけど、なんか全く喋っていてもなんか最近そのあんまり乗ってこないんですよね、気持ちが。もう YouTube をすることにだんだん飽きてきているのか、なんかやることがなくなってきたっていう感じもあるんですよね。プラスなんか喋るの上手くなるかなっていう、そういう感じも最初はあったんですけど、喋りの上手い人をお手本にしてみて、それをそういうふうにこう喋るっていうことがなんか僕はできひんなって思ったんですよね。なんかその照れくさいっていうんですかね、なんか自分じゃないような気がしてしまうんですよね。そういう上手な喋り方をしている人というか、うまくこう伝えることができる人の感じっていうんですかね、ああいうふうなことをこう YouTube をいっぱいやっているとこうできるようになってくるのかなっていう期待はあったんですけど、なんかできひんなっていうことが分かってきました。できひんっていうか、それをしようとすることに気持ちが乗らないんですよね。なんかああいうふうな喋り方、ああいうふうにっていう、そうどういう人を思い浮かべてるか分からないんですけど、何人かいるんですよね。YouTube の中でも特に喋るのが上手な人でこう聞き入ってしまうっていう感じのトークをされる方っていうのは結構 YouTube いっぱいいるんですけど、そういう人っていうのはすごい登録者数とかもうめちゃくちゃ多くて、多くの人を引きつけてるなっていうのが分かるんですよね。で自分もこうやってやっているとそういうようなこう能力が身についてくるのかなって思っていたんですけど、今日とかもなんか3つぐらいトピック考えてこれ喋ってみようかなって思ったことがあったんですけど、どれも全然気持ちが乗らないというか、この話面白くないやろなっていう感じになってしまって、全部途中でやめました。なんかそのトピックそのものもなんか面白くないように感じるんですよね。なんかこういう時っていうんですかね、なんかやっぱり自分でもこのことって面白いなっていう気分になってる時じゃないと、なんかあんまり乗らないというか、プロでしゃべるのが上手な人っていうのはそういう気分じゃなくても喋れるんですかね。それかそういう気分を引き出すのがうまいプロなのか、それは分かりませんということで、今日はダメだっていう動画でした。まあ明日もダメだっていう動画前に僕ブログを毎日書くぞっていうことをやっていた時があったんですよね。その2年ぐらいやっていたんですけど、最初の方は結構面白くて何というか毎日こう面白いなと思ってやっていたんですけど、だんだん苦痛になっていったんですよね。で最後の方はなぜブログを書かなければいけないのかっていう愚痴を書くみたいなで結局毎日更新するのはやめたんですけど、
YouTube はそういうふうにはしないぞっていう気持ちでやっているというか、いや、なんか YouTube はブログよりやりやすいというか、あの、まだ面白いと思っていたんですけど、なんか、ここ最近、面白みっていうか、こう、話すことが なんかなくなってきたんですよね。なんか、面白いと思えなくなってきたんですよね。今までなんでそんな面白くないことを喋ることができたんやっていうふうにも思えてくるというか、だから、なんか違う。でも、パッてこう、撮れないと嫌なんですよね。その、YouTube を専門に、こう、やろうっていう気持ちは、まあ、さらさらないというか、そういうふうな努力をするエネルギーは全然湧かないんですよね。もう、わずかな労力で、この動画を、こう、撮り終えたいっていうのがあって、その、他のことに時間を使いたいんですよね。これはアート作品を考えているであるとか、まあ、あの、ご飯作るであるとか、バイトに行くであるとか、そう、なんかこう、メインになるのは、こう、なんかなろうとは思っていない感じなんで、その、まあ、この話もこう、ぐちゃぐちゃして、面白くなくなってきたところで、今日はこの辺で、今日はダメだっていう動画でした。以上です。この話面白かった人はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。